ハロウィンで動物の衣装を着た子供仮装とは、仮に他のものの姿を真似て装うこと。本校で衝実する。あたかもある出来事が実際にあったかのように見せかけること。仮装売買など。仮に装備して別物にすることや偽装してあるものとして見せかけること。仮装空母や仮装巡洋艦など。仮装は着用者の本来の属性。 立場とは異なる服装をするもの日本語においては、自分の立場を一匿し別人であることを予想う、変装とは一般に区別される。また紛争とも言うが、これは主に演劇や舞台芸術などにおける衣装を指す。仮装に用いられる衣服、ソーシン具の一式を衣装やコスチューム等とも言う。近年では、ゲームやアニメなどのキャラクターになりきる。 コスプレ文化も日本をはじめとして広まっている。仮装は個人的な楽しみのほか、祝祭や仮装舞踏会、仮面舞踏会、仮装パーティーで集団的に行われる。また様々な紛争した人々が仮装行列を行うこともある。また日本では江戸時代に流行した集団参詣や民衆踊りにも仮装を伴うものが多く見られた。またスポーツイベントでは、 チームのマスコットキャラクターを模した衣装を着た人たちが、クラブやチームの団結を助けることもある。また、リベリア内戦においては仮装する少年兵もいた。仮装の題材には、歴史上の人物、有名人、話題の人物、フィクション作品の人物、存在、または看護師や警察官のような特定の職業のユニフォーム、動物等が用いられる。 マルディグラの衣装は通常ジェスターや他の空想のキャラクターである。一方、ハロウィンの衣装は、亡霊や妖怪、吸血鬼のような超常的存在、大衆文化の象徴的人物、及び天使などが挙げられる。クリスマスと復活祭の衣装は、サンタクロースとイースターバニーの動物着ぐるみである。宗教に関係ない休日では、衣装で様々なキャラクターを演じる。例えば、 アメリカ独立記念日にはアンクルサムの衣装を着る。仮装を経験した大学生を相手に、伊地知道子がアンケート調査したところでは、仮装時の気分、態度は楽しかった、陽気になった、活動的になったなどと表明するものが多かった。人種差別を連想させるような仮装が激しい非難にさらされる場合、国がある。アメリカ合衆国の例では、1800年代以降に、 顔を黒く塗った白人が黒人役を演じるミンストレル賞が行われていた時期があり人種差別的だと批判評価されたことが21世紀の現在まで定着している2019年にはフロリダ州の州務長官が就任直後15年前のパーティー時に顔を黒塗りをしていたことが発覚して辞任に追いやられたほか同年にはバージニア州知事ラルフのが・ノウサムが 学生時代のアルバムに顔を黒塗りの格好をして掲載されていることが発覚。後にマイケル・ジャクソンの仮装をしダンスコンテストに出場していたことを告白し当時はありふれたものだったと釈明しつつも最終的には謝罪を行っている。全米国人地位工場協会会長は顔の黒塗りは常に人種差別であり決して許されないとのコメントを出している。 参考文献関連文献、ありがとうございます。